こんにちは、世界ボカンとかです。本日はですね、ハッシュタグの戸田さんにですね、 D2C ブランドを立ち上げからマーケティング01のフェーズ、10のフェーズの実際に売上立たせるまでのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、戸田さんですね、ノートでも情報発信されてますし、ハッシュタグチャンネル、概要欄にも入れさせていただいてるんですけど、結構情報発信されていて、これから D2C ブランド立ち上げる方であったりとか、本当に参考にしていただければなっていうふうに思っていて、ぜひですね、お話聞かせてくださいっていうふうにこうインタビューの依頼をしたらですね、快く受けてくださいました。ありがとうございます。いや、恐縮です。ありがとうございます。はい、簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、ハッシュタグ代表の戸田と申します。もともと銀行員をやってたんですけども、そこから上京をしてウェブのマーケティング会社を立ち上げて、その事業を売却して、その後、まあ、なんでって言われるんですけど、モンゴルに行く機会がありまして、でモンゴルで革のレザーブランドを立ち上げて、今国内で EC に、特化して販売をしていると、そういった事業をやっております。はい、まあ、ここにあるよね、レザーのバッグだったりとか、すごい高級感のあるバッグを取り扱ってて、僕もサコッシュこの前買わせていただいたんですけど、いいですよね、すごい。ありがとうございます。リーズナブルな価格で、そうこのポジショニングみたいな感じの、高すぎず安すぎず持ってていいなっていう、僕今36なんですけど、はい、ちょうど持ちたいなっていう価格帯と、この高級感のあるバッグだなと思っていいなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、まあ、その先ほどあったモンゴルですね、はい、なぜモンゴルで始めたのかだったりとか、どんな思いでこうビジネスやってるのかみたいなところですね、こう第一弾に聞かせていただいて、第二弾だともうゴリゴリのマーケティングの話が聞けたらなって思ってます。はい、分かりました。はい、でまずなんですけど、ハッシュタグって名前あるじゃないですか。はい、あれってどういった名前の由来なんですか。まあ、スペルがよくあるそのシャープみたいなハッシュタグあるんですが、あれとはちょっと違ってるんですけど、あれの意味も兼ね合ってて、ハッシュっていうのが何かをこう沈めるっていう意味があるんですよ。抑えるとか、タグっていうのが強く引っ張るっていう意味があって、もともと僕がアパレルブランドを始めようと思った時に、普通にあるブランド作っても売れないだろうなって思ったんで、まず今のアパレルブランドの課題って何かっていうのを調べたんですよ。そうすると、今のアパレルブランドって大量お生産、大量なんか商品みたいなのが当たり前の前提で、まあ、結構いろんな闇を抱えてることが分かって、その中でなんか本当にじゃあそのアンチのポジション、逆のポジションをまず取ろうと思ったので、必要なものだけをちゃんと適正な価格で届けて、そういう新しい時代をリードできるなんかブランドになりたいって思いから、その造語として作って、あとはそういう思いの方々とつながっていきたいっていう、その SNS で本来あのシャープみたいなハッシュタグって、それつながるって意味があるじゃないですか。それを全部掛け合わせてハッシュタグっていう文字とブランド名しました。あ、会社名めっちゃかっこいいですね。なんか世界ボカンはなんかこう世界ボカンって発信するっていう会社で、もうちょっとそういうかっこいい説明で言えば結構なんか時間かかるんで、まあ、分かりやすいじゃないですか。いや、でも聞いたら、あ、確かにいい会社だなってもうその時点で思うじゃないですか。いはい、はい、ハッシュタグっていう会社を立ち上げて、はい、でこうあれですね、戸田さんが誰かのきっかけになりたいっていう思いでやられてるってことですね。そうですね、はい、でもそういった思いもあって、モンゴルレザーを扱った革レザーアパレルブランドでやられてるってことですね。はい、そうです、はい、でそのアパレルブランドでやられる中で、こうレザーの調達だったりとか、なんでモンゴルからにしたとか、なんかいろいろあったりするんですか。もう話せばめちゃめちゃ長くなるんで、はい、まあ、簡単にギュッと、はいはい、お話しすると、まあ、たまたま僕が25、6歳ぐらいの時に、もともとやってたウェブマーケティングの授業で結構まあうまくいったんですね、うん、これ僕ヤフーニュースにもなってる恥ずかしいニュースがあるので、概要欄にもし貼っていただければ、うん、なんかキャバクラ豪遊で惨敗した IT 社長みたいな話の恥ずかしいやつじゃないですか。そうです、中にめっちゃ真面目なんで、はい、はい、そこでなんでそのモンゴル行ったかみたいな特集があるんで、ぜひ読んでもらえたら嬉しいんですけど、まあ、たまたまちょっと儲かって、うん、もっとこう世界に出れる事業をやりたいって思った時に、うんうん、たまたま関東に肉の花政ってスーパーあるじゃないですか、うんうん、あれを作った創業した方と知り合う機会があって、はい、その方がモンゴルに自社ビルを持ってたんですよ。へー、でそこにこれから行って日本とモンゴルをつなげる仕事をやりたいんだよねって話をされたんですね、うんうん、でなんとなくこう世界に行きたいっていうなんか野望があったんで、うんうん、じゃあほな行きますわみたいなテンションで行って、で、まあ、実際1年間住んだっていうのがきっかけですね。ああ、なるほどね、はい、はいはいはい、でもたまたまです本当に。なるほど。だから実は僕モンゴル新卒入った会社のメンバーがモンゴル人で、はい、結構モンゴルってゆかりがあって、サインバイノーとかですよね。そうですそうです。モンゴルってなんかこう草原とかってイメージなんですけど、ウランバートルって今大気汚染が結構ひどかったりするんですよね。そうですね、はい、夏は大丈夫なんですけど、うん、冬になるとマイナス30度ぐらいまで下がるんですよ。で中心街に住んでる方々はその暖房がオリジナルというかずっとついてて、お湯がずっと街を巡ってるんですね。なんで何もしなくてもあったかいんですけど、その街の中心から外れたエリアがゲル地区っていうんですけど、通称そこはもう本当ゲルってのテントあるじゃないですか。そこでこう住んでる方々もいらっしゃるんですよ。そういう人たちって暖を取るときにインフラが整備されてないので、自分たちで何かを燃やして暖を取らなきゃいけないんですけど、燃料を買うお金がないので、そこら辺のタイヤとかゴミとかをガンガン燃やすんですよね。それがその周りが山に囲まれているので、ウランバートルが中心地にその汚い空気がどんどん入ってきてて、はい、もう本当に数メートル先が冬になると見えないぐらいで、マスクしないと、もうコロナ前から
コロナよりもっとすごいマスクしてて、ガスマスクみたいなしないともう臭すぎて息できない、そんな感じでしたね。そういった環境も改善したいと思ってモンゴルのビジネスを始めたと。そうですね。その中で、まあ、こうレザーブランド立ち上げて簡単にこうレザーって調達できたんですか？いや、めちゃくちゃ苦労しましたね。あ、そうですね、はい、もう最初はレザーブランドをやろうと思った時に、はい、僕ら買い手じゃないですか、うんうん、とはいえ売ってくれるだろうと思って、うんうん、売ってくださいって通訳連れて行ったんですけど、うんうん、もう基本門前払いされて、日本人めんどくさいから相手したくないみたいな。あ、そうなんですね、はい、もう本当に帰れ帰れぐらいの。どうしようかなってところがスタートしましたね。あ、そこからどうやってこう調達まで至ったんですか？ひとまずもう何社かずっと回るしかなかったんで、うん、頭下げてお願いしていって、はいはい、たまたま1社だけ売ってくれる会社があったんですよ、うん、そこが僕たちと同じようなビジョンを持っていて、モンゴル国内だけで流通させててもあまり微妙だし、うん、そうですね、人口も限られてますよね。そうなんです、うん、売るならヨーロッパも売ってるんですけども、うん、日本が好きだから日本にも売っていきたいって思いがあったみたいなんですよ、うん、もう僕ら当時ブランドも持ってないし実績ゼロなんで、まあ、ちょこっとなら売ってやるよみたいな、うん、もうほんとそんな感じのテンションでしたね、あっちは。へえ、はい、そこから実際向こうで工場を持ったりとか、向こうのレザーを調達して作るまでに至ったっていうのは結構長い道のりだったんですかね？そうですね、まず作ろうと思った時に僕らアパレル初心者だし、当然バッグの作り方も1ミリもわからない状態から職人さんを探さなきゃいけないんですけど、うんうんうん、これもですね、日本の何でしょう、転職サイトとか求人サイトみたいなの全くないんですよ、あっち。あ、なんかね、発達してないんで、はいはいはい、もう人づてで会うしかないので、はい、もう3ヶ月間ひたすら Facebook の友達をたどっていくとか、いろんなことして、まあ、たまたま知り合った夫婦の方がさっき の、 あの革工場と同じようなビジョンを持ってて、はいはいはい、日本に売っていきたいと、だからちょっとやりましょうっていう、まあ、なんとかこぎつけたって感じですね。なるほど。でその革工場とレザーを、売ってくれる方との出会いが今のこのハッシュタグのベースになってるんですね。そうですね。で、ただただ向こうで作ってるだけじゃなくて、日本の技術を使って作られてるんですよね。そうです、そうです。もともと僕らが全くど素人で入って、はい、職人さんを見つけて、はい、まあ、缶を手に入ったと、うん、これでバッグ作れるって喜んだんですけど、うん、まあ、当然そんなこともなく、うん、やっぱり彼らも世界水準のものを作ったことがなかったので、うん、まあ、野心というかこうやってやるぞみたいな思いは、まあ、そうなんです、思いはあるんですけど全然技術が追いついてないと、うんうんうん、そこで僕らはもともと日本人なので、やっぱ日本のそういう縫製技術が素晴らしいってことしてたんですね、うんうんうん、この日本の技術とモンゴル の、 そのいいレザーを組み合わせたら世界に通用するプロダクトができるんじゃないかって思いから、その日本の今度は技術を入れようっていうところに移りましたね。あ、なるほどね、はい、日本の技術を学んでそれをモンゴルの方たちが取り入れて作るってことですね。そうです、そうです。あ、そういう形でハッシュタグ の、 このレザー製品が生まれたと。そうですね、もう原型はそこからできたって感じですね。あ、なるほど。ようやくこう会社ができて、まずモンゴルに興味を持って行って、はい、でそのレザーを調達して生産してくれる工場を見つけて、はい、ようやく作るって結構大変ですね。結構大変でしたね。どのぐらいかかったんだろう。あ、でもとはいえやるぞって決めてから 3,4 ヶ月くらいですかね。そこからでも技術の開発で1年かかったんですよ、発売までに。あ、なるほど。なんで、まあ、1年ちょいぐらいはかかってますね。なるほど、はい、結局 4P ですね。プロダクト、プライス、プライス、プロモーションってある中でプロダクトが一番大事じゃないですか、はい、でやっぱ自分たちがいいと思うものしかこうね、作らないっていうのはおっしゃってますけど、やっぱシンプルでかつかなりかっこいいもの、実際売れるものを作らないと、うんうん、日本で勝負できないですからね。そうですね、うん、やっぱここまでこうすぐ完成された製品を今って創業されて何年なんですか？もともとそのウェブのマーケティングの時から入れると、はい、もう2015年創業なんで、はいはいはい、長いんですけども、はい、ハッシュタグ自体をやろうって決めたのは2017かの11月とかだったかな、確か。じゃあ5年ぐらい。そうですね、で約1年半ぐらいは準備期間があって、はい、発売開始して今3年ちょいくらい、はいはいはい、ですね。それでここまでの認知のあるブランドに育て上げたところですね。いや、まだまだもうこれからです、頑張ります。あ、僕らこれ豊島区じゃないですか、はい、豊島区にハッシュタグっていう会社さんがあるよってずっと風の噂で聞いてたんで、それは嬉しい、はい、で同じ大塚でまさかこんなね、はい、すごいブランドがあるって知らなかったんで、いや今回ほどご縁いただけてありがたいですね、はい、嬉しいです。でようやく物ができましたと、はい、で次の海外だと実際売るとこまで、実際こう1個目の売れるところまで結構大変だったんですね。そうですね、うん、僕ら先ほどお伝えした通りウェブのマーケ会社やってたんで、うん、とはいえ売ること得意だと思ってたんですね、うんうんうん、でも自分たちでブランドやったことなかったので、うん、物作りに集中しすぎちゃって、うん、売ることをもうないがしろにしてたんですよ、はいはいはい、いざできて、あ、やべ、これどうやって売ったらいいんだろうってよくありがちなミスをしてしまって、はい、そこから販路をめちゃめちゃ考えたっていう感じですね。あ、じゃあこのあたりの01のフェーズの話をちょっと次の回で伺えればと思います。わかりました、はい、今日のお話ありがとうございました。ありがとうございました。世界ボカンでは海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているもののなかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してきてください。